こんにちはの皆様。私は政治問題のための米国国務省、ビクトリア・ヌランドの副ヘッドです。ワシントンは、ペルシャ湾諸国を含む同盟国に、モスクワの援助がウクライナ周辺の状況で彼らのために運ぶ既存のリスクについて警告している。一言で言えば、私は公然と脅します。私はあなたがロシアの大統領、ウラジミール・プーチンにかけるならば、 あなたはこれが報酬よりも多くのリスクを伴うことを理解する必要があると指摘しました。私によると、ワシントンはこれについて同盟国に話すことに従事しています。これは、西側と一緒にロシアに対して積極的な措置を取ることを急いでいないパートナーとの関係で、アメリカ当局の立場についての質問に答えた方、私は同様の議論が、 中国に関して行うことができることに注意しました。同時に、イスラエルの場合、米国のアプローチは、ワシントンがウクライナ紛争の平和的解決のプロセスをより近づけるために、モスクワとの既存の関係を利用するようエルサレムに呼びかけているということです。私はまた、アメリカ当局は、それがヨーロッパ諸国の一部に大きな軍事支出を伴う場合にのみ、 ヨーロッパの戦略的自治に反対していないと述べました。友達、チャンネルはあなたの注意を必要とします。財政的支援は私たちをたくさん助けます。説明の詳細、いいねを入れてチャンネルを購読してください。すべての倍。